こんにちは、高橋優です。今回は私のお仕事の裏側に密着的な動画をお届けしますね。こういうのなかなか珍しいですよね。ぜひ皆さん最後まで見ていってほしいなと思います。楽天ファッションイベントというのがありまして、それに出演させていただいた時の様子になります。いつものリサちゃんがメイクしてくれて、まずリハーサルからって感じでした。私足が26センチで大きくて、ちょっと今このリハーサルの段階ではなるべく靴をしっかりと履きたくないっていうので、かかとを上げた状態で歩いてるので変な歩き方になってます。いつもこんな感じです。本番ではちゃんと履くんですけど、だいたいリハとかはこんな感じ。今回はこのアーバーリサーチさんのアウターをおすすめするっていうので、このコートの良さを着ながら確認してます。リハーサルなのに皆さんのコメントが素晴らしすぎて拍手。もうちょっと姿勢気をつけてって言いたい。首が前に出てるよ、肩巻いてるよって言いたい。あ、リハーサルが終わりましたね。で、今あのディレクターの方が尺のことだって、もっとたっぷり話して大丈夫ですとか、ゆっくり話した方がいいんじゃないですかとか言ってくれて、で、まあ、最終調整するっていう感じです。心強い。よろしくお願いします。リハーサルが終わったので、あとは本番に向けて準備をします。これ後ろ姿あんまパッと見変わんないかもしれないですけど、これから本番です。歩き方が変わりましたね。ちゃんとあのサイズの合うブーツを用意してくださって、しっかり履いてるのでスタスタ歩いてます。なんかいつもこう、ね、緊張っていうのがなくならないのはいいことなのかどうかわかんないけど、すっごい緊張しいだな。ね、メイクのリサちゃんもこのスタイリストさんもこのグリーンの髪の毛流行ってる。めっちゃ二人とも似合っててすごい。アーバーリサーチさんのアウター、それに合わせた洋服の良さを一生懸命お話ししてます。伝わるかな。もうすごい可愛い衣装だった。ロングブーツ欲しくなった。生ライブなのでなかなかこう視聴者の方にちゃんと伝わるかなっていうのがキーポイントで、難しいと思いながらも楽しかったです。フードかぶったらすっごい小顔に見えて、フードが大きいのがすっごい可愛いコートだった。あっという間に終わりました。本番本当に束の間ですよね。履かないなって思います、いつも本番って。お疲れ様でした。伝わったかな、このコートの良さ。伝わってました。顔がめっちゃちっちゃかったです。顔ちっちゃくなりますよね、はい、これ本当に私かぶった瞬間、はい、顔ちっちゃく見えると思う。いや私もすかさず撮っちゃいましたもん。というわけで今回は私の仕事風景の裏側をお届けしました。またバラエティ番組とはまた違ったり、モデルな感じとはまた違ういろんな撮影風景があるので、またできればお仕事 Vlog やってみたいと思います。
この動画良かったと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。